もう儲け話だ。生きて捕らえれば1000万銭。絶対に勝てる試合で稼いだんじゃなかったの。はあ、見沿わぬ婚約者を刺し殺そうとする反骨精神。せっかくの機会なんだから。ウィンウィンってやつだった。その輝かしい記憶こそ時間がないから、このまま行くよ。やっぱりピアノは舞台装置としても優秀だな。ふん。